え川端さん、えー、今回はですね、えー、アンケートご協まあかなえたい目標夢っていうのが、えー、自由な時間が欲しいということで、うん、時間の束縛されない不労所得的なものに憧れますがどうすればいいのか分かりませんとこれはですね、まあ、今回コピーライティング道場の、えー、講義プレゼントしますけど不労所得、まあ、ある程度 ほったらかしても収入が発生する仕組みは作ることができます。例えばまあ僕も YouTube やってるんですけども、あのまあすみませんこれ YouTube の話なんですけど、例えばまあ1年前とか2年前にアップした動画がお金になったりしてるんですよ。い1年前2年前放置プレイしている動画がお金になったりしてるんですね。で僕の場合は今動画やってますけど、それの動画できない場合はそうブログですよね。 まあ昔からあるブロガーってやつなんですけどブログもちろん書き続けるっていうことも大事なんですけどある程度ストックされていくとある程度のこう安定的なアクセスが来たりとかしてあのー、なんだまあ不労所得的なのも作れるんですようんだからまあ動画をやるか文章をやるかっていうことでどっちかかなと思います要はそのインターネット上に インターネットって自分が寝てる間も例えば動画の場合は僕が寝てる間も誰か世の中の人が誰か動画見てるわけですよブログとかもそうなんですけど自分が寝てる間も誰かが検索してずっとけ今,今もこの動画僕撮ってますけど今も誰かが検索して誰かがブログにアクセスいってるんですねだからそういうサイトを作れればなんだ自分が寝てても遊んでてもチャリンっていく仕組みっていうのは作れるんです でその過程の中で、えー、文章を書くっていうスキルは、えー、非常に重要になってきます、はい。ぜひ今回のコピーライティング道場2期の講義を見ていただければなと思います。コピーライティング興味を持った理由がとうございます、はいまあ、今回は、まあ、あの有料でやってた講義なので僕が実際にお金を頂い,いてご提供していた講義。 なので僕がお金をもらってどういった講義を提供してたのかっていうのをの、まあ、覗けるのでぜひ覗いてみてください。うんはい、であの2期生僕はコピーライティング道場2期やって本当に良かったなと思うことは、まあ、2期生からほんとにその、まあ、ここでも時間の、まあ、悩みで時間の自由がないことと長期休暇がな取れないっていうことでこう悩みいただいてますけど。 まあコピーライティング道場を卒業した方の中で本当にこうライターさんが生まれてでパソコン一台で好きな時に仕事して場所も選ばずえカフェでスターバーでマック開いてパッパッパッパってやって仕事をして終わりみたいなっていうライフスタイルを築くことができた人をこう排出できたでその人はもう全く文章を書いたことないんですよ。 全く初心者本当に初心者からスタートしてあの道場を卒業してこうなんだうまくいきましたけど、うん、だもし本気でそのそういう人生人生,人生に憧れてるんであるならば、まあ、今回コピーライティング道場3期ファイナルをやりますのでそちらの方をご検討いただければなと思いますまあ今後このサービスはもう僕はやらないですで今 ドリームアカデミアっていう塾も別にやってるので僕はもうそっちを日本一の塾にしたいと思ってるので、まあ、あの3期は3期を持ってやりません、はい、これで終了ですもう完全にこのサービスはもう絶対やらないです、まあ、2期の講義の後半でもやらないってことは言ってたんですけど今回その卒業生の方が「一緒にやりませんか」って言ってくれたんで、うん、まあ無限に断るわけにもいかず「分かりました、ね、じゃあやりましょうか」ってなったんですけど まあ、やるからにはですね僕も本気でこう向き合いますんで僕も今までいろんな商品販売してきましたけど、うん、最強のサービスだと思ってます僕の中ではで実際にその2期生からそういう人が生まれてよかったなと思いますし、うん、やってよかったなって一人の人生が変わったなってまあ他の方もその離脱した人もいてます まあ全員がじゃそうなったのかっていうわけじゃないですけど途中でやっぱこう書くの面倒くさいなみたいな感じで離脱した人もいてますけど離脱せずにちゃんとついてきてあの一生懸命やってくれた人は本当になんか良かったですって言ってくれましたし。うんはい、ということでまあ3期の方ももしよかったらご検討ください。はいえー、今回はアンケートご協力ありがとうございました。